はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら僕たちが普段飲んでいるコーヒー、この味わいを少しだけクリアにする方法のご紹介でございます。まあ、先に前置きだけしておくと、この方法はまず第一にちょっとめんどくさいですちょっと時間かかります。そしてもう一つ、これは絶対に必要というわけではありません。あくまでこう、なんていうかな、コーヒー屋さんでコーヒー豆買ってくるでしょ。で、この豆の持っている味わい、そしてお店の出したい味わいをよりこう明確にクリアに感じ取りやすいと、少しね、その袋の中にあるノイズを減らすことができるっていう技なんですよ。まあ、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、それでとりあえずね、用意するものはこちら、豆、そして何かの器、お皿でもバットでも何でもいいです。この豆をね、開けて、全部出せる、そして全体をある程度こうやってね、こう広げて見られる、全部見れる、器を用意します。まあ、コーヒー豆ってね、農作物ですから、大きいのもあればちっちゃいのもあり、どれ一つとしてね、全く同じものはないわけなんですけれども、まあ、それでもね、ある程度国とか品種とかによって、こう豆の大きさってある程度の範囲が決まってるものなんですよ。まあ、ただ一つ例外があって、ブレンドコーヒーとかになってくると全然違うね、国とか、まあ、品種が混ざったりしているから、こんなちっちゃいのもあれば大きいのもあるっていう、まあ、不思議な感じになってるんだけど、基本的にはストレートコーヒー、特にまあシングルオリジンとかであれば、コーヒーの大きさはある程度まあ揃っていると。まあ、あまりにもね、豆の大きさが違いすぎると、こう火を入れるとき、焙煎をするときに、こう火の入っていい方も変わってくるわけですよ。ちっちゃい方はめちゃめちゃ早く焼けるのに、大きい方は全然焼けないとか、生焼けとか、そういうこともあるから、まあある程度やっぱり豆は揃っていた方がいいと。で、すいません、話が長くなりましたが、今回の本題、ここまで話して浮かび上がってくる問題点っていうのが、はい、こちら、欠点豆と呼ばれる、いわば不良豆、良くない豆なんですよ。これがね、貝殻豆ってやつ。しっかり豆っていうよりは、こう中が空洞になっていて、こう開いている貝殻のようなね、感じになっているものを貝殻豆と言います。あとこっちは割れ豆かな。これはなんだろう、生育不足かな。まあ、あと他にも、ね、探せば結構出てくるとは思うんですけれども、こういう不良豆が入っていることによって、僕たちが普段飲んでいるこのコーヒーに、こう落ちた液体にこう影響を及ぼしてしまうということなんですよ。さっきコーヒーの焙煎時の、火の入り方の話をしましたけれども、こういった貝殻豆とか割れ豆っていうのは、やっぱりしっかり丸でね、ポンとある豆とは違って、火の入り方均一ではなかったり、入りすぎたりとかね、してしまうんで、こう全体に対してやっぱり明確にこう味が違うものとして生まれてしまうんですよ。他にも精製の過程で発酵してしまった豆とか、虫に食われてしまった豆とか、ひどい時にはまあ石とか木とかね、こう異物が混入してしまうこともあるんで、まあ、やっぱり農作物ですからね、そういったものを取り除いていくことで、クリアな、ね、コーヒーが出来上がるわけなんですけれども、まあ、基本的にはさっきも話したような、石とか木とかね、もうすごいもう本当にやばいですねっていうものは、基本的に、精製とか流通とか、まあ、収穫の過程で結構取り除かれてたりとかするんで、多分普段皆さんが飲まれているコーヒーの中にそういったものが多分混じるってことは、まあ 100% ないとは思うけど、 99.9% まあ多分ないとは思います。僕もね、会ったことないです。で、入り込んでしまうのはこういった貝殻豆とか割れ豆とか、生豆の状態であんまりこう色とかもあんま違わずに、こう見分けがしづらいものとかだったりするんですよ。で、基本的にどんな品質の高いコーヒー屋さんでも、まあ、ある程度ね、ハンドピッキングって言って、生豆状態でとか、販売前にとか、ピッキング取ったりとかするんですけれども、ある程度は混入します。で、それお店側とか、流通業者さんが、悪いという話ではなく、本当にまあ、そういったものとして受け入れるしかないと。どうしても、ある程度のものは入ってしまうっていうのを、分かって、買った方がいいと思います。これはぼかしてもしょうがないですからね。で、すいません、また話が長くなってますが、まあ、こっからですよ。今回の本題は、この、欠点豆たちをハンドピッキング、自分でハンドピッキングしていくことによって、もうよりクリアに、もう確実にクリアな明確な味わいのコーヒーを楽しむことができるという、まあ、提案です。はい、でもとりあえずこの辺でしのごの言わずにね、コーヒー豆も見ていきましょうか。基本的にこう色がね、揃ってはいるんですけれども、あ、ほらほら、さっき話した割れ豆、違うの、これ未熟豆かな、やたらね小ぶりなやつで、変な形のやつ、これと貝殻豆、まあ、もちろん豆屋さんとかね、流通経路によってこの欠点豆の混入率は違ってくるんですけど、
決して入っていたからってそのコーヒー屋さんが悪いってわけじゃないんですよ。これ何度も言いますけど、なんていうかな、まあ、そもそも農作物ですから違いがあるのは当たり前で、その中でも特にこう気を使ってくれてるあのすごくいいねコーヒー屋さんに関しては入念にハンドピックをしているから、まあ、それだけ混入率が少ないと、それだけ親切ってことですね。まあ、この辺がね本当にデリケートな問題になってくるんで、あの言うのってすごく難しいんですよ。あくまでこう取り除いた方がいいっていうようなもんかな。あ、特にあカッピングとか、僕があのブレンドコーヒー作るときにカッピングしてたじゃないですか。あの時にこう明確にこう味を見たいっていうときには特にまあ気をつけてね、しっかりと整った豆の大きさと火の入り具合等でこう均一なものを用意してこう味を見ていくっていうのが大事なんですけど、プロのとんでもなくこう味覚の発達したもう本当にその味を知り尽くした人とかでないとね、多分そこまでの違いそんな分かんないんだよね。言われてみればって感じ。あの一緒にブレンドしてた沢野井さんはあのカッピングしてる時に、あれなんかこれちょっとなんか違う気がするな、欠点豆入ってるかもしれないですね、ちょっと入れ替えますってやってくれたりもしたんですけど、僕もねあの味見てみるけど、あ確かに言われてみればそうかなって感じまあ分からんでもないけど、あそっかそんなに分かるんだっていう、プロはっていう、本当にそのくらいの少しのノイズみたいなあの味の差なんですよ。でもやっぱりねそれだけこだわる余地があるってことだから、まあこれも楽しみの一つとしてね、自分でこう家カフェをコーヒーを入れるときにちょっとこうハンドピックしてめちゃめちゃ整ったねコーヒー豆たちで入れたらこう気分的にもこういいしさ、ちょっとこういう欠点豆とハンドピッキングっていう要素を知っておくだけでもね、うちカフェの世界が広がるかと思います。あこれちょっと黒くなっちゃってるな、これも外す、これも未熟豆かな、まあ、探すとね結構あったりするのよね。僕がこれやるのは本当にたまにかな。僕があの買ってるコーヒー屋さんってあの結構少なかったりするし、欠点豆が前って今回出したこの豆がねどことは言いませんけども、まあ、時々よりこだわりたいなって時にやったりするし、特にコーヒー始めた最初の頃はまあいろんなところで豆買ってたから結構ばらつきもあったからさ、見てあやっぱりこれ多いなとか少ないなとかあったんですよ。でこの一つ一つの作業もね、まあ、楽しいものだし、そんなにこう欠点豆が多い袋を買ってしまったからといって、まあ、目くじら立てるもんでもないかなとも思いますしね。よし、OK、まあこんなもんかな。こんだけ、だいたい 100g くらい豆用意してみたんですけれども、まあこの程度、まあ 3-4g くらいかな。欠点豆っぽいものは、はい、取り除けました。まあぜひ皆さんもね、あの必ずではないですけれども、あの今までハンドピッキングって知らなかったとか、欠点豆ってそういうのあるんだっていうのをね、あの初めて知ったっていう方は、ちょっと自分が飲んでいるコーヒー豆と出してみて、あの見てみるっていうのも面白いと思いますし、ちょっと今日は特徴的なすごい特別な豆を買ったから、この香味をよりもクリアに感じたいんだって時に、あのこういう作業をするとね、あの味がクリアになると思います。で今回取り除いたこの豆はもちろんゴミ箱にポイってそのまま捨ててしまってもいいですし、ちょっともったいないなって思う場合はあの普通の豆と同じようにミルで挽いてしまって粉にしてしまって、まあ、例えばペーパードリップ終わった後にこう残るガスの有効利用の方法と同じようになんかこうリサイクルするとか土の肥料にするとかしてもいいと思います。まあ、そのうちその辺のまとめた動画もやろうと思ってるんでお楽しみ。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、本当にプチ動画でしたけれども、普段飲むこのコーヒーをね、よりクリアに味わうための、なんだろう、選択肢ですね。欠点豆ってね、やっぱり聞いてしまうと、あ、やっぱ悪いものなんだっていう頭がこう働くのもわかると思いますし、だったらこんな動画作れないよっていうことも、まああると思うんですけれども、でもやっぱり知ってるのと知ってないのとでは、えらい違いとだと思うんで、僕は、まあ知るべきだなと思ったんで、ぜひぜひ皆さんも、あの、一回ね、こうやってハンドピッキングをしていただいて、で、なんだったらもう、この集めた豆、もう砕いて、どんな味するのかなって見てもいいと思います。今回はやらないけど、実は僕もやりました、昔ね。まずくはないが、あ、確かになんかこう、まあ、不思議な感じにはなりました。まあ、ぜひぜひ、あの、いろいろ試してみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。